コンビニエンスストア開業前の今川 PA、今川パーキングエリアは、福岡県行橋市にある東九州自動車道のパーキングエリアである。今川スマートインターチェンジ、行橋今川バスストップが併設されており、本校ではこれらの施設についても記載する。行橋インターチェンジ宮古四つインターチェンジ間の開通に合わせて2014年12月13日に共用開始した。 仮称は、ゆくはしパーキングエリアであった。当 PA に、ゆくはし市などの周辺自治体が、地域の特産品を販売できる、施設の整備を要望し、ネクスコ西日本九州支社は、検討中と回答していたが、2017年4月7日に、コンビニエンスストア、セブンイレブンとガスステーションが上下線ともにオープン。また、同時にコンビニエンスストア建物内には、 各県等が観光 PR や地域産品を販売できる多目的スペースや一般道からでも施設が利用できるように設けられた出入り口、ウェルカムゲートも設置され、重複区間、路線編入を除いて、東九州道では、ネクスコ西日本によって有人化された最初の休憩施設となり、ガスステーションが設置された。これにより、北九州ジャンクション日出 JGT 間の 給油施設の空白が解消された。今川スマートインターチェンジは、東九州自動車道今川パーキングエリア内にある、スマートインターチェンジである。行橋今川バスストップは、東九州自動車道今川パーキングエリア内にある、バス停である。行橋今川バスストップに関するカテゴリー、今川スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。